気分ですね。ものは見えないよ。ごめん、探知も闇に阻まれてうまく捉えられず申し訳ありません。大丈夫だよ、まだ時間はある。奴の領域、
一筋縄じゃいかないのは分かっていた。何も手がかりすらも見つけることができないなんて。でも少しだけ気になっていることがあるんだ。あ、そんなにはっきりしたものじゃないよ。ただ感じるだけなんだ。それって君の予感なら、もしかして。カナじゃないよ。これは違うと思う。それでは一体。予感というよりも直感かな。ざわざわした感覚をずっと感じるんだ。あの予感のような澄んだものじゃない。ぬめるような悪意が探し始めた時からずっとまとわりついて離れない。身体に害をなす闇の力は神聖宝珠の力で防いでいる。するとその感覚は、奴は悪意を感じ取っている。闇の魔物、
これだけは残ってるのか。初めに俺の命を食い散らかすか。俺のような奴には見合いの結末かもな。でもお前たちは幸せになんて俺に祈る資格なんかないな。なくしてくれ。誰にも残らないよ。お前は、俺。立て！リリウム！世界に混乱と傷跡を生み出し続けた。お前のしてきたこと、俺のしてきたことも許されるものじゃない。
そうだ。俺は罰を受けるべきだ。その通りだ。だがそれは今この瞬間にするべきことか。俺とお前には同じ痛みがある。だが決定的に違うことがあるだろう。それだけのためにお前は全てを捨てたのなら、血を噛み忍んでて立ち上がり、それを果たすべきだ。その者の言う通りです。立ちなさい、落ちた見つかりよ。これは…あなたにはなさねばならないことも、罪を断じるのはこの戦いの後。今は彼らのためにその身を尽くすのです。ミラネ、エオーネ、なぜここに。あの闇の中で戦う救世主の力となるため。予想を超えるものでした。苦悶の時の中ではるか強大な成長を遂げていた。それは渡したヒグの力をもってしても抗いきれない凶悪な力。このままでは彼らあの邪竜に敗北してしまうでしょう。あいつらが。この命運を変えるには大きな力が必要です。その力は勝利への可能性を生み出すことができるもう一つの器具を彼らのもとへと届けなければならない。しかしあの闇の中は強烈な窓です。人の身では神聖法事の守護の光なくても彼らの元までたどり着くことさえできない。それじゃあなさねばならないことってのは。そうだ、器具を届け彼らの助けとなること。それが今できるのは御使いであるあなただけなのです。御使いは天界の兵、正義の意志を守る存在が名乗る。その言葉は今の俺が名乗っていいものじゃ。
純粋な思い。道をたがえたとしても、その思いそのものは紛れもなく御使いの心です。女神、レオーネ様、俺はあいつを、てめえ、受けたまわりました。必ず果たします。あなたにこれを託します。行くか。うまく扱えるかは分かりません。ですが、私は信じています。俺も信じます。あいつなら。行きなさい、あなたの仲間のもとに。はい。覚悟決まったようだな。ああ、ゲートまでの魔物は俺が引き受ける。お前は一気に駆け抜けろ。わかった。あんたも気をつけてくれ。俺もお前と同じ覚悟だ。この道は切り開く。必ず果たしてみせる。だから頼んだぞ。こんな兄だが、俺はさらに笑っていてほしいんだ。そのために全員無事でいてくれ。全力を尽くす。誓うよ。行くぞ。走れ。相変わらず最悪の場所だな。むしろ濃さが増してやがる。
あれは。神聖宝珠の光。それだけで、お前たちがそこにいるってだけで、こんなにも不安が遠ざかるなんて。立てないって思ってやる。
魔物はある程度さばけた模様ですね。しかし、もし次の一陣が現れれば。光が弱まってきてる。でも大丈夫ですよね、ゼファーさん。そうだな。あ、大丈夫だよ。今度はお前たちが一緒にいるからさ。ゼファー。今は分かるよ。あの時は焦って心が混ざってたんだな。あいつを助けたいってこと。でもそれだけじゃなくて、自分だけが何とかできるとか、ささやく闇はお前たちが払ってくれた。一人ではできなかったんだ。お前たちが支えてくれた。だから見つけられた。カイ、これが悪意の正体。こんなに近くにあったんだ。これだけ複雑に絡み合った術じゃな、そうと信じて見つけようとしなければ見つけられないさ。これを解けば。ああ、迎えに行こう。はい、お願いします。戻ってきたんだ。
ファー、みんな、またこの言葉ね。ごめんなさい。でもありがとう。悪いな、ずいぶん遅くなっちまった。辛かったよな。ごめんな。そんなことないわ。ゼファーの方が辛かったでしょ。そんなわけあるかよ。私、ゼファーを傷つけたわ。たくさん、ずっと、いつまでも、あんな形しかできなくて。ずっと、ずっと、繰り返させてしまった。何言ってんだ。お前がそうしてくれてなきゃ、俺はここにいられなかった。本当お前には、あの頃から助けられてばっかだよ。ゼファーの方が、あの時も、今もずっと、こうして助けてくれてる。お前が言うところのお返しだよ。お前にもらったものはお前に返すさ。やっぱりゼファーはとっても優しい人だわ。ねえ、だったらこれは？こうして思い合った時間はお返しじゃなくてお愛子にしましょう。愛子だからお互いに、もう返さずに受け取って、心の中の大切な場所に入れておくの。そうしてどうするよ。そしてせめて今はしまって、みんなと喜びましょう。ずっと願っていたことがお互い叶ったのだから、こんなにそうしてまたみんなになれたこと、ゼファーとまたこうやってお話できたこと、みんなの思いが折り重なったたくさんの奇跡を喜びましょう。ゼファーはとっても優しいから、すごく難しいかもしれないけれど、それでも今はあなたの笑顔が見たいのよ。ダメかしら。しまったけど、お前をみんなのところに返してやれて嬉しいよ。ゼファーもよ、嬉しいわ。みんなのところに一緒に帰れて。
前がみんな、ほらゼファーもよ。ああただいま。よかった、本当によかった。嬉しい、嬉しいの。私もよ、みんなずっとずっと祈ってた。私この瞬間を必ずよと信じて、信じておめばちだ。相変わらず感情表現が激しいな、お前は。切り抜けて無事に地上に帰ってからだね。そうだな、そのためにこいつを預かってきた。あ、それは皮膚福音の輪でございますね。カナ、こいつを使ってみてくれ。お前なら使えるはずだ。つながっており、その無人の魔力に干渉することができるのです。神様ってことはレオーネ様の魔力。異空の女神の力じゃないが、同じ女神の力だ。そのヒグはお前が一番慣れてて相性がいいはずだ。カナがレオーネ様の力を操れるようになるってことだね。女神レオーネ様、どうか力をお貸しください。